おはようございます。榎本孝之です。今はね、大阪来てますけども、今、たこ焼きを食べてます。でね、花だこさんっていう、まあ、結構有名なお店なんですけども、梅田のすぐ駅近ですね。で、カウンターだけで、5、6人になっていっぱいのお店ですけども、すごい行列できてますけども、ポイントは、タコが生のタコ使ってるんですよね。生のタコをたこ焼きに入れて、で火が通る。で、僕見た限りだとやっぱりね、普通ゆでタコを入れるっていう印象しかなかったんですけど、生のタコを入れてタコがむちゃくちゃうまいですね。で本当にそういったあの細かいところをこだわることで、食べ物ってすごく美味しくなるんだなっていう風に感じました。ぜひ参考にしていただければと思います。それでは今日も一日張り切っていきましょう。ありがとうございます。